皆さん、はい、動画撮りましょう。なんすか。問題です。アマゾンで買える一番美味しい食べ物は？いや、わかんねえ。またこのパターンか。アマゾンで買える一番美味しい食べ物。あー、馬刺し。俺よく買うから。あー、なるほどっすね。これ、高橋調べによりますと、未だ決まってないんですよ。なんやねん。これテルさんも視聴者の皆様もアマゾンで手軽に買える一番美味しい食べ物気になりませんか？気になる。それは気になる。そうですよね。というわけで今回の企画はアマゾンで買える一番美味しい食べ物を決めろ、アマゾン食品グランプリ。お前の企画食べ物多いな。高橋食べるの一つ。アマゾンで1万円以内で買える美味しい食べ物をおのおの2つずつ用意しました。実際にこれで食べてみて採点してどれが一番美味しいかを決めていきましょう。はい。誰から、あ、じゃあもう自分から言っちゃっていいですか。どうぞ。いいですか。あ、もう自分の企画だし、もう絶対自信あるんで。はい、行け。調理してきまーす。はーい。できましたよ。めちゃめちゃいい匂いしとる。ナイス。うまそう。こちら東京にあります溶岩焼肉ダイニングぼんぼり様の冷凍ハンバーグになっております。うまそう、はい、こちら赤身と脂身で 100% の牛肉を使用しているらしくて、うん、オリジナルブレンドになっておるんですよね。なっておる。なっておるんだね。すいません、ちょっと見させてください。見ろ。暗記してたら怖いわ。こちらぼんぼり様のハンバーグは柔らかい食感に赤身と脂身が凝縮された 100% の牛肉でできております。200g のボリュームがあって、チーズとプレーンタイプと2種類ありまして、うん、でこちらあの中の方に入れてチーズインにすることもできるんですよね。自分で入れるってこと？そうです。どうやって入れるの？最初に入った状態でこうパカッと開けて、うん、で中にこう詰めてもう一回形を戻すっていう。それはできるわ。ぼんぼりさんのやつじゃなくてできるわ。まあまあそうなんですけど、ぼんぼりさんのやつしかできないわけじゃないから。まあそうですね。びっくりした。もしよかったらちょっと食べてみて。もしよかったら。食べるよ、食べるよ。プレーンの方いただきますね。あ、美味しそう。すげえな肉汁。すごいね。はい、どうぞ。 ありがとう。じゃあ食べましょうね。はい、じゃあいただきます。いただきます。はい、はい、こちら、うん、濃厚な味わいになってるんですけど、中の玉ねぎの甘味とコクを最大限に引き出す飴色になるまでじっくり炒めてるんですよね。うんま。やばこれ。ガチでなまる。うめえ。うまっ。で、なおかつ、うん、こちら結構焼く時も油っぽいんですけど、うんうん、そこまでなんていうんですかね、こうなんていうんだろうな、カットせんからね。脂身が多いのにさっぱりしてるような雰囲気で食べていられるっていうものになってるんですよね。なるほどね。こちらのハンバーグはソースも一緒にくっついてきてるんですよ。くっついてきてるの？そうです。ソースとソースなしも選べるんですけど、うんうん、あえて今回ソースありを選んだんですけど、うん、あえてこの何もついてない状態のプレーンの味を食べてもらいたくて、うん、あえてソースをつけませんでした。意味わからん。ソースは？ソースありますね。ここにソースがあるんですけど、うん、はい。あえて今回はプレーンにしたってこと？そうです。かけ忘れたんじゃないの？あ、いや、違うんです、違うんです。そんなことないですよ。オリジナルソース、ボンボリオリジナルソースって書いてあるわ。はい、そうですね。これちょっとつけて食べてみていい？あ、はい、僕もつけていい。はい、はい、ありがとう。ありがとう。誰かも食べた。急にチクチクディス。でソース、はい、はい、どうですかね。やばい。うん、
めちゃ好きー。マジかー、めちゃ好きー。あ、これでも逆に最初からソースありで食べなくてよかった。あ、本当ですか。ファインプレー。あ、よかったっす、マジで。あー、うまい。これチーズが乗っかってる方にも、うん、あのソースをつけたらまた違う味が楽しめますということなんですけど、うん、はい、あえてこちらもチーズが乗っかってるだけの状態でまず食べてほしかったなと思ってこっちもかけてないんですよね。そんないっぱい食べるとこの後もまだまだ食べるそうですね。そうなんです。半分の半分しましょう。はい。じゃあちょっとチーズ食べてみるね。うん、高橋の話が長いからちょっとチーズ冷えてんのよ。すいません。でこちら、うん、お値段なんですけど、自分が買いましたプレーン4つ、うん、チーズの方4つの計8個入りのもので5100円税込みになっております。なるほどね。1個あたりいくらだ。じゃあ1個あたりだと、すいません、パッと計算出てこないんですけど、1個あたり637円ですね。はい、そうですね。買う買う。よかったっす。なまらうめえ。で、こちら、Amazon の評価で 4.4 を獲得しております。高い、はい、うん、そうです。576件の評価が来てるんですけど、うん、その中で 4.4 を取られております。へぇ、はい、なんか東京の方では結構有名なお店みたいで、うんうんうん、はい、あの渋谷とか新宿とか、うん、ああいう大きなところにお店を構えてるみたいなんですよね。あ、ここの裏に全部同じこと書いてある。新宿渋谷に店舗を構える溶岩ダイニングです。全然見てなかったぞ、そこ。はい、あ、これに山椒を溶いて、うん、あのお使いいただくのもおすすめって書いてあるわ。あ、そうなんですね、うん、すいません、そこまでは自分見てませんでした。美味しい。美味しかった。うん、美味しかったです、ね。じゃあ早速次の商品持ってきますね。はい。縦組がちょっとよくわかんない。そうですね。あいつの中で頭がカチャンって切り替わってきて、俺らは、うんうんって、次行くのってなっちゃうから。はい、2品目できましたよ。はい。はい、こちらでーす。何これ。カゴメ様から出ております。うん、糖質思いのミートドリアになっております。へぇ、おし麦米という米を使っておりまして、うん、糖質をギュッと抑えてる食べ物になっておる。そうだね、ちょっとなんか、うん、そうしたらまだ 見えてないから。そうですよね。そうですよね、うん、糖質がすごい控えめに作られておりまして、うんうん、あの普通のミートドリアですと、うん、だいたい糖質 48% ぐらいだいたい一つで取るって言われてるんですけど、うん、こちらの、糖質思いのミートドリアになりますと、うん、だいたい約 30% から 33% って言われております。うん、食べていい。はい。あのー、はい、あの電子レンジでチンしてすぐ食べれるものって、うん、意外に家に置いてなかったりするんですよ。人によるだろ。まあそう、まあ人に、まあ、あの、まあ人にもよるんですけど、うん、まあレンジですぐパッと入れてパッとチンしてすぐ食べれるものって結構重宝するんじゃないかなって自分の中で思いまして、うん、こちらのミートドリアは低糖質なのに味も濃くて食べやすいっていうことで、うん、ダイエット中の人とかにもおすすめされてる商品の一つなんですよね。こんなに味濃いのにこれ低糖質なの。そうです。これ米かと思ったら全部麦なんだよね。そうです。なんだっけ、さっき言ってた何米。はい、押し麦米と言いますね。押し麦米だって。押し麦米。はい、そうです。何なんですか押し麦米って。押し麦米ってもち米の一つっていうふうに一応調べたら書いておりまして、うん、この押し麦米っていう米自体はちょっと硬みのある米って言われてるんですけど、うん、こちらの商品とかに関しましては500ワットで1分50秒温めるとこのもの自体できるんですけど、うん、少し長めにレンジでチンをしていただくと米までしっかりふっくらになって食べれるというものなんですよね。こちら3480円税込みになっております。高くね、これ1個で。いや、すいません、伝え忘れました。これ、6個入りなんですよね。あ、そうです。6個入りね。はい、うん、なんで、1食580円くらいかな。あ、今度は1食あるね。計算しちゃうよ。びっくり。すいません。1食500円くらいね。はい、1食580円で、うん、評価に関しましては星5中星5になっております。星 5? はい、星5です。嘘。本当です。100% 肯定的なんてある。え、桜大丈夫。え、マジで。そうです。星 5? これ星5です。いや、美味しいけど星 5?
星5なんですよ。桜チェックは通した方がいいやって星 5? ですいません、これ、うん、何自分が、うん、あの独自で高橋調査によって調べたんですよこれ、うんうん、本当に星5なのかと思ってすいません、自分のさすがに280件あって全員が星5を押すっていうのもおかしいんじゃないかな、うん、いやおかしいおかしいおかしい。でそれで調べました、うん、結果、うん、星5中星 3.7 でした。こちらどういうこと？分からない。どういうこと？あの280件っていうのは多分このカゴメさんのあの全体の評価で多分星5だと思うんですよ。見るところ違うって話じゃないの？ここでしょ、だって。そうですね。うん、ここやん見るの。そもそもこの商品だった。何言ってんの？お前がなんかわけわからんとこ見てるだけやん。そうですね。なんかよくわかんないとこ見てるね。俺変なとこ見たっすね、これ、うん、何ができんねん。な、正確には星 3.7 ですね。はい、あ、はい、びっくりした。すみません、自分のミスでした。星5はないよ。アマゾンで。そうですよね。とこちら西野が高橋が選んだアマゾンで一番美味しいものになっております。なるほどなるほど。はい、評価していいですか？はい、お願いします。はい、それでは、採点の方を決めてもらいましたので、すみません、よろしくお願いします。じゃあ最初じゃあ採点どうぞとかじゃん。あ、そうですね。見たことないんかお前。難しい。え、いきます。はい。でん、はい、僕はハンバーグの方が 4.5、ドリアの方が3です。おー、5段階中ね。おー、はい、マックス5ね。はい、はい、僕はハンバーグが 4.5、 お、はい、ドリアが4です。あー、大体一緒やね。大体一緒ですね。ハンバーグがマジでうまかった。いや、よかったです。3倍ぐらい美味しい。いやー、わかるわかるわかる。ちょっと少し冷めてんだけども、はい、うん、うまい。本当ですか。そう、なまらうまいこれ。何もかけてない状態だ。でもすんげー味すんの。おー、じゅわーって肉ーって肉の美味しさーみたいな味がして、はい、これかけたら醤油ベースなのこのソースが、はい、さっぱりーってなまるうまい。いや、美味しかったですね。こっちは、はい、まあ美味しかった。あ、うん、はい、感じ。あー、なるほどですね。うん、まあこんなもんだろうなっていう。あー、あー、なるほどっす。僕、麦米ってあんまり得意じゃないですよね。あ、へー、なんで、そうなんですね。なんでなんすかね。実家で作ってなかったから。実家では作ってないですね。実家で作ってなかったからだ。はい。実家の米しか食ってなかったんだ。敵なんだ。敵なんだ。そういうわけではない。そういうわけでは麦米は敵なんだ。そういうわけではない。実家で作ってないから。よその農家が作ったもんだから。なんか悪いんだ。悪くない。だけど結構もちもちしてて、うん、すごい食べやすくて美味しかったです。美味しいね。よかったです。ハンバーグは？ハンバーグはもう美味しかった。わーってしてて美味しかった。結構ボリュームすごかったですね。ごめんごめん。俺が言っちゃったもんね。マジでくどくなかった本当に。うん、あ、本当ですか？この美味しいくどさというか。あー、はい。いや、そもそもくどくない。ね、うん、はい、これで、高橋のやつは終わりです。高橋のやつは終わり。はい、はい、はい、じゃあ次、どっち行きますか。そしたら、テツさんお願いします。なんで？あ、ちょっと僕、後に紹介します。後に紹介します。俺の料理、振る舞うか。しまうか。はい、じゃあ作りまーす。はい、お願いします。はい、どうぞ。うまそう。めちゃくちゃうまそう。はい、というわけで僕が選んだアマゾンで1万円以内で買える一番美味しい食べ物、一つ目、最高級の新鮮な馬刺しを熊本から、熊本馬刺し .com さんの熊本産国産馬刺し5種食べ比べセットで食べてください。食べます、食べます。上赤身、縦紙、中トロ、大トロ、ヒレが、50g ずつで5パックのセットとなっております。アマゾンの評価はですね、はい、4.2 です。4.2、 おー、高い。で、このセットだったら、6980円税込みとなっております。おー、でですね、専用のタレがあるんですよ。あ、うまー。あ、もうその皿に入れてあるの専用の醤油タレなんですけど、あ、うまー。で、こちらのね、専用のタレが
マジでうまくて、うんうん、このタレも一緒に買わないとダメ。あ、うん、このタレセットもあるんだけど、まあ、個別で買ったら、はい、718円税込みで、ね、これ単品の評価は星4、はい、すごい、うんうん、でこれちっちゃいんだけど、なんか生ででかいやつもあるこのぐらい。ああ今ちょうど切らしてんだけど、いつもあのでかいやつで買ってる。馬刺しは常に切らさないようにしてるから。そうですね。これ何が言って、あの冷凍で届いて食べたい時にちょっと流水解凍10分もかかんないんだよね。5分ぐらいちょっと水かけとけばすぐ溶けんだよね。であともう切ってすぐ食べるみたいな。いやそうですね、やまるうまい。いや美味しい、めちゃめちゃ美味しい。まあ農家さんはだってこれ食べたことあるもんね。あります。箸初か。いやめちゃくちゃうまいっす。なまるうまいんですよこれ。めちゃくちゃうまいっす。今回5種セット買ったんですけど、なんか6種セット7種セットとかもあって、はい、なんかね、双子絵っていうなんかあの白い部分と赤い部分と白い部分がなんかあのサンドイッチされてるやつとかもあって、うん、それもなんか独特なコリコリとした食感とかがあって、なまるうまい。あ、そうですね、美味しいですね。なんかギフトとかにもね多分最適。うん、そうなんかね、もともとね、なんかね馬刺し食いたいなと思って俺ツイッターで聞いたんだよね、はい、なんか美味しい馬刺し知らねっつって、はい、したら多分教えてくれたんだよね、リスナーの誰か。あ、それからもう本当になんか 2,3 ヶ月に1回は必ず買ってる。でこんな5種セットとかじゃない、なんかあの、はい、6種セットのなんかあのおやつを3箱とか一気に買って冷凍パンパンにしてる感じ。いや本当にね、ギフトとかにも最適だから、うん、これ本当にぜひ買ってみてほしい。安いんだよね、してね。安いですね。これ今回あの5種セットだからあの6000円ぐらいだけど、うん、もちろんなんか安い、なんか3000円ぐらいのなんかあの赤身だけのセットとかもある。おー、はい、食べ比べできるというのがね楽しくて美味しいし。いや、そうだね、あとね、なんか同じその馬刺し .com さんにね、他にもいろいろお肉売ってるんですよ、はい、あなんか馬ヒレステーキとか、うんうんうん、とかもあって、はい、そういうのもおすすめ。あの馬刺しね、そもそもあのカロリー低いんですよね。そうだからね、うん、あのダイエットとかにもちょうどいいし、うんうんうん、はい、いいですか。いいです。はい、美味しい、美味しかった。じゃあ、2品目持ってきますね。お、あ、はいはい、わかりました。はい、できましたよ。よいしょー。なんかいい匂いするな。はい、これ刺身醤油になります。刺身醤油。よいしょー。へい、ん、なんだ。ちょっと知ってることあるやん。はい、めちゃくちゃうまそう。よいしょ。こちらはですね、世界の美味しいがお手頃価格、トヨストアさんの霜降り部位のみを使った大トロ牛タン刺しでございます。おーおーおー、なんか低温調理でローストしてるみたいで、生で刺しで食えるみたいな。おー、なるほどですね。こうブロックで届くんだけど、冷凍された、はい、トリミングして、はい、柔らかいところだけを刺しにしました。絶対うまい。なるほど、なるほど。食べます。食べてください、はい、いただきます。なまるうまいから。牛タンって刺しで食えるんだってなる。おいしい、こちらがですね、今回 270g 5980円。おーおいおい。で今回はこれあの2つですね、うん、なんであの倍かかってるんですけど、まあまあ1個だとしたらまあ1万円切ってるからいいかなと。おー、はい。で、あの2個分のその柔らかいところだけをこっちとトリミングして刺しにして、その他を焼きにしました。うーん、で中までこっちも火入れたいんだけど、ちょっと焦げ目つけるぐらいまで焼くと美味しい。食べて食べて、焼きの方も食べてください、はい、焼きの方は塩コショウついてます。はい、醤油いらないです。はい、で焼きの方も一応柔らかい部分はあのサイコロカットしてるんですよね。おお、食べたいカットじゃなくてサイコロカットを食べてほしい。こういうですね。そうです、それです。どうしても血管とかが入ってて、うん、そう硬くなっちゃう筋っぽいところは薄く切ってます。おお、すごい。シュシュやん。食べてこんの、早く、これ生まるうまいんですよ、これ。で、こちら Amazon での評価が、星 3.9 です。高い。まあまあ高い、うん、高い。はい、それじゃあ僕が選んだ Amazon で買える1万円以内の美味しいもの、馬刺しと牛タン、評価お願いします。はいはいはい。馬刺しが5、おー、牛タンも5です。おー、マックスやん。マックス。いや、何回食べてもやっぱ美味しい。うまいよね。いや、美味しい。僕テルさん作るまで、うん、馬刺しってあんま好きじゃなかったんですよ。言ってたんですよ、はい、馬刺し嫌いだって言ってたもんね。そうです。だけどもうこれ食べてからもう馬刺し大好きになって。なるほどな。いや、そうですね、はい。自分は馬刺しが 4.5 の牛タン4でいきました。すみません、どっちも苦手なんですよ、正直。そうなんだ。そうです、牛タンも、馬刺しの方も結構苦手な部類なんですけど、すみません、めちゃくちゃうまかったです。そうなんだ。いいよ。
苦手なんだ。そうです。なんか牛タンは確かになんか苦手ですけど。そうです、牛タンもそうですね。で、馬刺しも、まあ、そう、ただあの食わず嫌いなだけなんですけど、うん、全然美味しかったです。あのタレがうまいんだよね。いや、美味しかったです。あの醤油ないと、俺なんかあの味気なくて、絶対だからあの馬刺し食べるためにあれは切らさないようにしてる。あー、はい、はい、じゃあ最後、農家さん、はい、お願いします。はい、わかりました。まずはこちら、お渡しします。あ、一番うめえやつきた。これもう指につけてしゃぶるだけでいかない。そうっす、間違いないやつですね。エンドレスで酒飲める。こう、こうです、こう。一味マヨ、七味マヨに勝るもんねえからな。いや、そうっすね。何してんの。何してんの。俺らを待たせて何してるの。ああ、威嚇せえ。これイカだ。くっせえ。くっせえ。威嚇せえ。はい、お待たせしました。イカやん。はい、こちら越前カニトンヤマスヨネさんの北海スルメとなっております。イカくせえ。炙っておきました。イカくせえ。人んちでイカ炙るな。どうやって食うのこれ。 ちぎって食べないの。はい、ちぎって食べてください。食べよう。もしスルメ好き。いや、まあ好きっすね。スルメあんま好きじゃないんだよね。あ、そうなんですか。うん、はい、こちら北海道、青森、岩手など北海で漁獲のスルメイカを無添加で干し上げているスルメとなっております。なるほど、なるほど。はい、こちらですね、9枚入りと5枚入りがあるんですよ。うんうんうん、はい、その時があるっていうので。その時があるってどういうこと。買ったら5枚の時と9枚の時があるってこと。そうです、そうです、そう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 です。そういうことです。ちっちゃいのが9匹か、でっけいのが5匹かってこと。はい、そういうことです。なるほど。で、こちら、うん、お酒のお供としてすっごいリピートしてんすよ、自分。なんつったの今。何も聞かれない。僕お酒までしか聞いてない。お酒のお供としてなんかリブートしてほしい。お酒のお供としてすっごいリピートしています、僕。あ、リピートしていますね。はい、ね、嫁と娘が実家に泊まりに行ってる時は、うん、もうこちらをお酒とスルメで晩酌してます毎日。はい、酒ばっかだもんな。そんなことない、そんなこと。酒となんかつまみの、うん、はい、ばっか。まあやっぱ好きっていうことですよね。お酒が。こちらサイズもちょうどよくて、すごい食べきりサイズなんですよね。食べきりサイズなんですよね。これもう食べきりサイズで、はい。そうなんだ。はい、そうです。ごめん、俺本当にスルメ食べないから分かんないんだよね。あ、そうなんですか。あ、スーパーとかだとこんなでかくないですか。いや、見たことあるかも。あるっす。でかいですよね。でかいです。さすがに一人でそれ食べきれないじゃないですか、一番。はい、やっぱこちらだと、やっぱ食べきれちゃうっていう。はい、あ、なるほどですね。はい、ちなみにこれ足の部分とこのなんか頭の耳の部分、どこが美味しいんですか、一番。僕が一番好きなのは耳の部分ですかね。耳食べですか。はい。俺もね、イカは耳が好きなんだよね。あー。あー、スルメで耳ってあんま食わんなと思って。はい、あ、もう無理だ。箸ちょっと。もうやだ。切ってあげてください。あっす。あざーす。反対側の耳食べます。で、こちら Amazon の評価が、うん、星 3.6 となっております。で、金額が税込み1280円です。何グラム入りなの？こちらですね、ちょっと待ってください。まあ分かんないけど、5匹か9匹か。そうですね、5匹か9匹か入ってるっていうことですね。今回このサイズだと何匹入りだったの？このサイズだと5匹入りでした。はい、耳うまっ。美味しいよね、美味しいよね、耳うまっ。美味しいですよ、こちら。いや、足が微妙だったんだ。微妙でした。今足あんま味なかったけど、耳なまらうめん。いや、そうなんですよ。耳美味しい。味キューって凝縮されてるんですよ。そうそうそう、はい、噛んだらすごいなんかイカジュース。うまっ。うん、うまいですよね。お酒欲しくなりますよね。うん、仕事中なんでお酒ないですけど。はい、もうほぼお腹いっぱい。じゃあもう早速2品目いっていいですか。お願いします。じゃあ行ってきます。あー、うん、うまい、美味しい。スルメ好きやん。いや、そんなに。そんなに、そんなに好きではないんだけど。さっき嘘ついたんだ。でも好き。これは好き。これは好き。ファーストインプレッションの時に箸でスルメ好きなんって言ったら好きって言ってたけど、嘘ついたんだ。箸嘘ついたんだ。いや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 。嫌いなの。スルメ嫌いなの。お前嫌いなもんばっかやん。どっちかっていうと、まあ嫌いな方かなっていう。好きか嫌いかで分けると、好きか嫌いかで分けると嫌いな方っす。他嫌いなもん何やったっけ。ナスビか。
いっぱいっす。ナスビが嫌いなのね。ナスビはもうナスとスルメどっちか食べるってなったらどうじゃん。間違いなくスルメ食うっすね。あー、そうなんだ。はい、いいですか、ね、いいっすよ、いいっすよ、はい、準備できましたよ。はい、おーい、こちらです。牛タンかぶりしとるやんけ。はい、ランボンバンさんのお家で昆布締め牛タン。はい、昆布締め、はい、え、昆布締め初めて聞いた。初めてですか。そう、はい、食べてみてください。もう食べる、すぐ食べる。はい、いただきます。おい、こちら、うん、ミシュラン店がプロデュースした高品質のタン元部分を厳選して作った厚切り昆布締め牛タンです、うん、はい、うん、味がついてるんでそのまま焼くだけで簡単に家庭で調理ができます、うん、すげえ、噛んだらジュワッ、こん、ジュワーってきますよね。これ牛タンじゃねえ。で、何これ。昆布の旨味を引き出した絶品牛タンで、解凍後焼くだけでそのままお召し上がりいただけるラ・ボンバンスこだわりの牛タンを、家庭用のフライパンだけで簡単に調理できる旨味あふれる牛タンとなっております。うまこれ。うまいっす。やばい。えぐ。これ牛タンの味よか、すごい、昆布の味すごいする。昆布締め、昆布締めでございます。はい、これあ、いくら、いくらさん。こちらはお値段5980円、税込みとなっております。5000、え、この量で。はい、結構、あ、まあまあまあ、でもうまい。俺買うわこれ。買います。あれはアマゾンの評価は。いや、こちらアマゾンには売ってないんですよね。失格やん。失格やん。あれ、え、どういうこと。アマゾンで買える1万円以内の美味しいものグランプリでいくよ。はい、失格やん。いや、こちらラ・ボンバスさんがぜひ食べてみてほしいとのことで今回送ってくれました。案件。はい、案件です。はい、案件です。ぜひ食べてみてほしいとのことで店員さんに。失格やん。いや、もうなんもないです。失格やん。まだ名前覚えてないし。何。ラボンバンスさんです。ラ・ボンバンスさん、はい、はい、ご提供ありがとうございます。ありがとうございます。はい、案件か。案件です。はい、評価しにくい。こちら、うん、公式サイトから買えるので概要欄の URL からぜひお買い求めください。なるほどな。はい、ちょっとでかいんだよな、来てほしかったな。いや、これが売りですから。熱い。はい、うん、いや、厚みじゃなくて、あの大きさの話。食べづらい。食べづらい。ちょっと味めっちゃ美味しかったけど。美味しかったですね。へ、うん、はい、開けんか。まあ、早速評価ちょっとお願いしようかな。評価しにくい。お願いしようかな。アマゾンに売ってねえしよう。ちなみに、うん、ボンバンスっていう意味は、うん、フランス語でごちそうの意味らしいです。ごちそう、なるほどな。はい、まあでも味はうまかった。いや、美味しいですね。はい。迷ってます。あれあれ。はい、それでは評価をお願いします。はい、でーん、はい、イカさん、牛 4.3。 おー、自分スルメさん、牛タン 4.5 です。あー、ほぼ一緒やな。はい、僕からいいですか、じゃあ。はい、まあ、スルメはね、美味しいスルメとか美味しくないスルメとか俺食べたことないから分かんない。なるほど。でも美味しかったから、うん、3つけた。ああ、ありがとうございます。あ、ごめんごめん、3点、じゃあ5にしとこうか。あ、3点平均だもんね、多分ね。そうですね、平均ですね。うん、美味しかったわ。うんうんうん。俺、いや、俺スルメそんな好きじゃねえのに、なんかもうちょい食べたいなって思ったから4だわ。間違えた。一回4。おい、うん、あんま好きじゃないんだよね、俺もスルメ。うん、言ってますね。そう、なんか美味しかった。あ、よかった。で、牛の方、はい、これ食べたことない味がするんですよ。はい、もう牛タンってさ、牛タンの味なんだけど、うん、これ牛タンの、いや違う。牛タンの味、いや違う。これ何、これ昆布ってなって。はいはいはい、不思議だねこれ。で、なんか農家さんのなんか手際が悪かったせいかなんかわかんないですけど、ちょっと冷えちゃってたんですけど。そうですね、ちょっと冷えちゃってたんですけど、全然噛み切れたんで、多分、はい、あったかかったらもっと柔らかかったんだろうなっていうので、はい、4.3 です。はい、はい、あったかかったら多分もうちょい 4.7 とかまでいってたかな。ちょっとスルメの前に焼いちゃったんですよね。あ、すいません。やっちゃってますね。はい、やっちゃってます。やっちゃってます。僕はそんな感じでした。はい、美味しかったですよ。ラ・ボンバンス、自分は、スルメの方に関しては、まあ普通に、まあ、美味しかったんですけど、一人でもこう一日でこう食べちゃうような量っていうんですかね。はい、そこで
3をつけました。ちょうどいい量だから3つけた。そうです。これコスパもいいんですよ。1280円なんで。いや俺スルメの値段もわからない。そう、自分も買ったことないから安いの高いのか分からない。5枚か9枚入ってて1000、1280円ですね。わ、安いの。安いですよ。わかんないよ。俺もわかんない。ごめん。スーパーで売ってるのはもう3000近くしますから。そんなすんの。確かにめちゃくちゃでかいのはするっす、本当に、うん、でかいからじゃなくて、まあ多分でかいから。まあそれもあると思うんです。ちっちゃいのって何、スーパーこのぐらいのサイズって普通スーパーに売ってない。スーパーであんま見ないっすね。そうなんだ、はい、そうですね。なんかこっから切れて足だけ入ってるやつとか、うん、っていうのは売ってる。足はあるね、うん、コンビニにもあるもん、それは、はい、そうですそうです。同じこと言ったね。同じこと言ってますね。なんで、はい、星じゃねえや、うんと、すいません、評価 4.5 をつけました。何さんの牛タンか覚えてる？ラ・ボンバンス。おお。すごいすごいすごい。すごい。はい、というわけで、出揃いましたんで、どれが一番点数が高かったか集計していきたいと思います。はい、はい、ということで、集計が完了しました。はい、下から順に、発表していきたいと思います、うん、まず、スルメが、7点、ミートドリア7点、昆布締め牛タンが8.8点、牛タン刺しが9点、ハンバーグが9点で、1位が馬刺しの 9.5 点になりました。おお、なるほど、はい、なるほど、ここが一緒なんだ。そうですね。で、下の方で、スルメとミートドリアが同じ点数で、スルメとミートドリア同じ点数でおもろいね。そうですよね。ハンバーグが俺一番好きだった今回。あー、そうですか。まあでもちょうど俺ここ食ってないからな今日は。あ、そうかそうか、そうかそうか、そうか、そうか、僕馬刺しですかねやっぱり。そうだね。 9.5 点の高得点叩き出したのは脳からの案件なのに正直すぎんこの順位。ちょっとまあまあでも真面目牛タン 8.8、 まあそう、まあでもこれでなんか 9.5 点とか並んでたら嘘くさいか。そうですね、はい、まあ、正直に、まあ、やった結果です。はいはい、はい、というわけでAmazon で買える1万円以内の美味しいものランキング結果が以上となりました。概要欄の方にね、全部リンク貼っておくんで、よかったら買って食べてみてください、はい、絶対美味しいです。うん、美味しいです、うん、特にハンバーグおすすめです。はい、それじゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録。ちょっと待って、てるさん。何？ちょっと今回もう一個だけ紹介してるものあるんですよ。もういいて。ちょっとクローゼット片付けてたら、うん、おそらく池田が残したであろう食材が見つかったんですよ。食材？はい、食材がクローゼットだから、はい、見つかりまして、あいつがいなくなってもう半年ぐらい経つけど。やばそう、そうなんですけど。怖っ。見つかりまして、それちょっと紹介したいんで。何？続きお不得でいいですかね。いや別にいいけど。いいですか、うん、そしたら続きお不得で。はい、じゃあごめんね。はい、はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました、はい、チャンネル登録と高評価と通知が出てきたらよろしいです。また見て、バイ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 、はい、昆布締め牛タンよろしくね。案件だから。はい、よろしくね。案件だからそれだけ言ったんだ。いやそんなことないよ。ハンバーグよろしくね。第1回3分の2クイズ、イエーイ。常識クイズなんで、本当に常識のクイズしか出さないんです。そうでしょ。いきますね。はい。勘弁してよ。終わんないって。終わんないって。